オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。こんばんは、ゲームクリエイターの河野ひふみです。突然ですが、皆さんはシザーマンという殺人鬼をご存知でしょうか。これは私が作ったクロックタワーという作品に登場する殺人鬼なんですけれども、巨大なハサミを持ってヒロインを執拗に追い回す不死身のモンスターです。今回はですね、クロックタワーの誕生秘話を話しつつ、クロックタワーを題材にゲームにおける恐怖表現というものを解説していきたいと思います。それでは早速授業を始めましょう。はじめにクロックタワーとはどんなゲームなのか簡単にご説明させていただきますと、1995年スーパーファミコンにてリリースされたタイトルになります。呪われた洋館で美少女が巨大なハサミを持ったシザーマンから逃れつつ、その屋敷の謎を解いていくというホラーアドベンチャーゲームです。このゲームに登場するシザーマンはですね、自分の身長ぐらいの巨大なハサミを持って主人公のヒロインを追いかけてくる。しかも殴っても何をしても基本的に死なないという不死身の存在なので、何度でも復活して追いかけてくる。敵と戦うことがない、逃げることしかできないという無力な主人公というのは、当時革新的であったと評価していただいております。象徴する殺人鬼シザーマン、こちらですね、どのように生まれたのか簡単にお話しさせていただきたいと思うんですけれども、もともとですね、バーニングという映画がありまして、非常にポスターでですね、ハサミをこう逆に構えて振りかざしたシルエットが象徴的で、これがもう僕の中で非常に印象深かったんですね。でもう一つですね、殺人鬼って何を手に持たせるか、何で殺しにかかるのかっていうのが非常に重要なんですね。でゾンビっていうのはやっぱり噛まれるっていうのは非常に分かりやすいし恐ろしい攻撃方法。ただゾンビではないので、今回何にしようって言った時に、ハサミって手に持って立つまでの痛みの持続時間がありそうじゃないですか。包丁ってブスッと刺したら刺し終わるまでの瞬間って短いんですけど、ハサミってジョキ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 ンって切り落とすまでの時間が非常に長そうで、痛みが長引きそう。かつ身近なものなので、皆さんも痛みを想像しやすい。このような考えからシザーマンというモンスターが生まれました。もう一つですね、実は梅津和夫先生の神の左手悪魔の右手という作品があるんですけど、こちらの錆びたハサミというエピソード、これもですね、ヒロインの頬を突き破ってハサミの片刃が出るんですけど、あのシーンとかも非常に印象的で、それら諸々の影響を受けて生まれたのがシザーマンです。少し古いハードになりますけれども、現在 PS3 や PS ビーターで私が手掛けたクロックタワーやクロックタワーセカンド、遊べるそうですので、プレイ環境が整って興味のある方はぜひ遊んでみてください。クロックタワーに限らずですね、ゲームにおける恐怖表現というものをお話しさせていただきたいと思います。ではまずクロックタワーの世界観というものをどのように構築していったか、それをお話しさせていただきたいと思います。まずですね、一番大きい影響として、やはり私中学生の頃ラブクラフトに非常にハマりまして、ラブクラフトのクトゥルフ神話体系、あるいはそれ以外の恐怖小説、これらの影響が非常に大きいです。ラブクラフトのクトゥルフ神話体系では、人間にはどうすることもできない絶対的な恐怖が存在するということがベースになっていまして、この人間にはどうすることもできない恐怖というのをゲームで表現したいというのがシザーマンというものを生み出すきっかけになりました。クロックタワーはですね、ゲームという媒体にホラーを落とし込むときにどうするべきかというのを非常に考えて生まれました。そのためにですね、ホラーメソッドをビジュアルやストーリーだけじゃなくてシステムにも落とし込まなければいけないと思ったんですね。その結果生まれたのが主人公の優位性の低さです。これはですね、サバイバルホラーであるとか、私が言うピュアホラー、恐怖をメインとしたホラーゲームには全てこれが採用されていると思います。ホラー作品として必要なのは、主人公はヒーローではなくて敵に対して優位性が低いことなんです。その結果ですね、クロックタワーはですね、先ほどもお伝えした通り敵を攻撃する手段がないんですね。稀に木の棒で叩いたりとかあるんですけれども、それで一時的にこけさせることはできても倒すということはできないようになっている。もう一つは主人公の体力も非常に弱くて、か弱い女の子ですから、
走ってるだけでもどんどん体力が低下していって動けなくなってしまう。これは実際リアルの人間ではあり得ることなんですけれども、一般的なゲームでは主人公ってもう無限の体力を持つじゃないですか。こういう優位性をなくしたというのが、クロックタワーがピュアホラーであるゆえんなんですね。これはもう非常にクロックタワーの特徴的な部分なんですけれども、ポイント&クリックシステムであるということですね。通常のゲームですと、十字キーを動かしたらそのまま直感的な方向に主人公っていうのは移動するんですけれども、クロックタワーではそういう完全に一致した挙動をヒロインはしてくれないです。つまりある背景の中に見えているポイントを指すことによってヒロインがその方向へ動いていくというそういう操作方法なんですね。そうなるとですね、モンスターに追われてパニックになった時にこっちも慌てているんであらぬ方向をクリックしてしまって、ヒロインがモンスターの方に逆に向かっていってしまう、逃げたいのにみたいな、そんなことも起こるんですけど、これ実際のモンスターに襲われた時人間がどうなるのかなって考えるとある程度リアルだと思うんですね。例えば僕がもう本当に恐ろしいモンスターに襲われた時って足がすくんで動けなくなると思います。そういうところを表現するのも主人公の優位性の低さ、これはリアル性のある優位性の低さとしてクロックタワーでは表現しました。ではですね、クロックタワーを題材にゲームにおける恐怖のコントロールについてもお話ししたいと思います。クロックタワーをはじめとしてですね、90年代に次々と生まれたホラーゲームっていうのは基本的には映像作品からの影響っていうのは間違いなく全て受けています。ただ映像作品をそのままゲームにしましたではやはりゲームとしてホラーゲームとして成立しないんですね。一番大きな違いは何かというと演出のタイムコントロールができないということです。映画ですとここで小さな物音を立てて前振りをして、ここで主人公をここに移動させて、そうしたら背後からモンスターがバーンと出るというタイムコントロールが完全に演出できるんですね。ところがゲームというのはインタラクティブな媒体ですから、ユーザーの動きどう動くかわからないんですね。これに対してですね、それぞれのゲームがそれぞれの回答を出していますが、クロックタワーではこのような回答を出しました。一つはですね、恐怖演出、例えば急に窓から風が吹いてカーテンがバタバタとなるとか、急にテレビがザーッとノイズが走って砂嵐が映るとか、この時の恐怖演出の発生についてランダム性とあとタイマー性を導入しています。例えばですね、モンスターに追われている時もヒロインは本当に運動神経鈍いので廊下でこけたりするんですね。でこれでも実際モンスターに襲われたら足がもつれてこけるって本当にはありそうな話だと思うんですけど、これをどのように表現したかっていうと、廊下の特定のポイントでランダム確率を設けてこけるを設定したんですね。これによって比較的モンスターに襲われやすくて頻繁に通るところは確率低く、ここはこういう襲われ方をした直後でできればこけてハラハラしてほしいから確率を高く、でも必ずしもこけるわけではない、この必ず決まったわけではないというところの不確定性がユーザーの不安を煽る恐怖演出となっています。もう一つ、ホラーゲーム視点の特殊性という部分ですね。ホラーゲームを作るにあたって視点というのは非常に重要です。大きく分けると、ファーストパーソンサイトと呼ばれているものですね。これはですね、ブレアウィッチプロジェクトとか映画でいうと想像していただくと分かりやすいかもしれない。要は自分が目でストレートに見ているものが映っている画面ということですね。非常に臨場感あります。画面に映るものがイコール自分って感じられるからですね。だから襲われる恐怖感非常に強いし、主人公と自分はイコールであるという一体感は素晴らしいです。ただ欠点があって、実際の人間の視界よりやや視界が狭いんですね。情報量が限られてしまうんです。なのでモンスターにうわーっと襲われている時もモンスターの全身あるいはモンスターと自分がどのような位置関係で何をされているのかっていうのがはっきりわからないんですね。まあ、それがより臨場感を増してリアリティ恐怖感を出しているということもあるんですけれども、やっぱりそこが見えないことによって恐怖の表現が一定の制限を受けているという事実はあります。2つ目はサードパーソンサイト、これはサイレントヒルとかがそうですね。画面内にイコール自分が存在していて、一定の追尾カメラで敵との関係性が見れるということです。
最初に説明したファーストパーソンサイトに比べてだいぶ情報量は増えます。もちろんその分臨場感はちょっと下がるし、主人公イコール自分っていう感覚というのは落ちます。なのでゲームによってもう主人公をできるだけイコール自分と思わせたいっていう方向に持っていってデザインしているゲームもあるし、主人公はあなたとは別人だけどこれを操作してくださいっていう方向に持っていくゲームもあります。これはもうゲームデザインの思想レベルによって変わります。でその特性を非常に生かしたのが例えばデッドスペースというゲームなんですけど、これ様々な形態のエイリアンが襲ってくる宇宙船内を探索する SF ホラーなんですけれども、これすごくサードパーソンで多様な殺され方を表現しているんですよ。僕が一番好きな殺され方で言うとタコ型のエイリアンがガーッと襲ってきて主人公の頭をもぎ取ってしまうんですね。そしてもぎ取った頭の代わりに自分が頭の位置にパコッとはまって体を乗っ取ってそのまま乗っ取られた死体がのそのそ歩いていくっていう殺され方なんですよ。こんな殺され方が表現できるのはファーストパーソンサイトではなくてサードパーソンサイトならではです。3つ目がですね、これはクロックタワー、初代のクロックタワーで使われている横スクロール系の画面ですね。これはですねもう非常に広い範囲を横スクロールで表示して主人公は非常に小さく表示される。その分エリアが大きく表示されるので俯瞰的な視点になるということですね。まあ、これの欠点はですね、まあ、かなり主人公イコール自分という感じは出ないということです。クロックタワーに関して言うとそれを利用してあえてあなたではありませんよ、操作しているのはこのヒロインですよ、このヒロインを助けてあげなきゃ、なんとかしてあげたいなって思いたいですよね、でも思う通り動いてくれないですよねという、そういうもどかしさとか間接的な恐怖を表現する方向を取るためにこのような画面にしています。クロックタワーに採用された横スクロールの全画面で非常に使いやすい恐怖演出としては、主人公は気づいていないけどプレイヤーが気づいてしまって怖い予兆を感じてしまう。例えばですね、ヒロインが歩いていくヒロインの背中に何か目が浮かび上がってヒロインを見つめて消える、こんな演出をしたときにヒロインは気づいてないんですよね。ところがそれを俯瞰的に見ている自分らは、ああなんか襲われようとしてるのかなって非常に恐怖を感じる。こういう間接的な恐怖を表現できるのはこのサイトのみだと思います。それぞれのサイトごとに一長一短があるので、自分はどんな怖さを表現、一番表現したいのかなっていうのを考えた上でサイトを決めるということが重要ですね。次はですね、恐怖演出のパターンについてお話しさせていただきたいと思います。まあ、これはゲームに限らずなんですけれども、ホラーコンテンツを作ろうというときに2つのパターン、どちらに持っていくかということをまず考えなければいけないと思っています。1つは想像型、想像を非常に喚起することで恐怖を感じさせる。もう1つは直接型、これはもうストレートにビジュアルで恐ろしいものを見せて恐怖を感じていただく。この2つどっちを採用するかで全体の演出プランも変わってきますので、これは最初に決めるべきであろうと思っています。パッと今言葉だけでは分かりにくいかもしれないので、分かりやすい例を挙げますと、映画だと女優霊、こちらが想像型に分類されると思います。もう1つは呪音、こちらは直接型に分類されると思います。しばしばですね、この2つは怖い映画としてツートップで名前非常に上がると思います。僕どっちも好きなんですけれども、結構あるのが一方は怖いんだけど一方は怖くなかったよっていう人が非常に多いんですね。これはなぜかというと、想像型を怖がるタイプの方か直接型を怖がるタイプの方か、受け手によって変わるからなんです。じゃあ自分はどっちなんだろうなんて思う方いると思いますけれども、子どもの頃に怖い思いをした時どんな行動をされたか皆さんちょっと思い出してみてください。母親にしがみつく時に顔を隠すようにしがみつくタイプで、もう一つは背中をつけて怖いものの対象に顔を向けるタイプ、この2タイプがあって、まあ、多分後者は非常にレアケースだと思うんですけれども、これ後者が想像型が苦手なタイプになります。なぜかというと、
直接型が苦手なタイプは顔を覆ってしまうことによって怖いものを見なければ怖くないという判断をしているということなんですね。ところが背中をつけるタイプというのは見えないところが怖い、想像してしまうから怖い。で、逆に言うと怖いものは見てしまえばかなり怖さが減じられると、そういう発想でそういう行動に出ているということです。ちなみに私は背中をつけるタイプでした。ただ今非常に2つに分けましたけど、明確にどっちか一方のみという作品というのは非常に少ないです。バランス、どっちにウェイトを置くかというのは最初に決めますけれども、作品によって割合というのはそれぞれの良いところを取って構成されています。例えばですね、直接型に見えるバイオハザード、あの部屋を移動する時の扉を開ける演出、ここは想像を喚起することによって恐怖を作り出しているので、直接型ではあるけれども想像型をうまく組み込んでいる例だと思います。そういう意味ではですね、日本が大事にしてきた怪談っていうのは四谷怪談であるとか番町皿屋敷であるとか、これらはそもそも仏教説話の延長線上にあるものなんで、因果応報を大事にしなければならない。こういうこと、悪いことをしたからこいつはこういう恐ろしい目に遭ってるんだということを明確にしなければいけない。それゆえに非常に因果関係が明白になっていて、想像の喚起の余地が少ないんですね。ところが最近の実話系怪談で見るとぼんやりさしてる。なぜそうなったのか、あるいはその恐ろしいものというのは何だったのかっていうのをはっきりと伝えないスタイルっていうのは主流ですよね。実話系怪談だからこそリアリティを重視して、実際にはそんな何もかもわからないよねっていうこともありますけれども、もう一つはその結果想像の余地が非常に残っているために、想像を喚起して非常に恐怖を感じる。僕もですね、ホラーゲームを作るための参考のため、あるいは個人的に好きであるということで実話系怪談のすごく見させていただいてるんですけど、まあ、あの七不思議さんとか西浦さんの獄の墓とか、まあ、本当あれは傑作ですよね。吉田さんのハゲたオウム、オウムが謎の言葉、謎の擬音をしゃべるんだけど、それが何を示しているのかっていうのがまあストーリーなんですけど、すごく想像を喚起させる。なんでこのオウムってこれを喋ったことになるの。実はクロックタワーでも似たようなことをやってまして、クロックタワーでやはりオウムがアイキルアイキル、殺してやる殺してやるってバサバサ飛ぶっていうイベントあるんですね。これはなんでこのオウムそんな言葉を覚えたのっていうことで想像をさせて怖がらせる手段。そういう意味でも非常にハゲたオウム、面白い怪談。そういう意味で直近の実話系怪談非常に面白いんですけれども、これらにも先ほどお伝えしたような想像の余地を残すことでっていうテクニックというのは使われているということですね。以上ですね、クロックタワーを題材にしましたけれども、ホラーゲーム全体の恐怖表現についてお話しさせていただきました。これいろいろテクニックとかあるんですけれども、これを参考にもしホラーゲーム作られる方とか現れたら僕としては非常に嬉しいです。ホラーゲームをユーザーとして遊ぶ際にも、今言ったポイント、このゲームはおお結構想像をかきたてるように作ってるな、あこのゲームはできるだけ恐ろしい映像を作ることでストレートに怖がらせようとしてきてるな、こういうところを見ながら遊ぶとまた面白い発見があるかもしれません。僕にとってですね、クロックタワー完璧な作品とはとても言えないと思うんですよ。でもですね、この作品を作ったおかげでこれのファンですと言っていただくような方が出てきて、非常に応援していただいたり、あるいはこの作品を作ったんであれば、じゃあこういうゲームを作ってみさせてもいいよねっていうことでお誘いをいただいたりとか、非常に大きな影響を未だに与え続けてくれている大切な作品です。欠点も長所も僕はクリエイターとして見えていますけれども、両方ひっくるめてクロックタワーを愛しています。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。